久保さん。いや、今回ね、めちゃくちゃね、僕にね、ぴったしの動画でしたね。なるほどね、と。いや、僕ね、その、R34、まあ、久保さんとちゃうんですよね。僕、R34 も、普通に R34 でネギ買いに行くんですよね。スーパーに。でも、R34 足なんですよ、僕の中で。だ車は乗ってなんぼみたいな価値観があるんですよ。乗り潰すみたいな。車って何のためにできたのか。まあ、 一応走るために生まれてるわけじゃないですか。一応ね。もちろんその見て楽しむっていうのももちろんあるんだけど、まあタイヤもあってエンジンもあって、その加速性能とかいろんなテストをした結果生まれてるわけですから、やっぱ走ってあげてなんぼかなって僕の価値観ではそう思うわけですよ。だけど、なるほどね、みたいな。なるほど。確かに。確かにね。あ今日はちょっと。 バーでも飲みに行こうかなみたいなね。バーでも飲みに行こうかなっていう時にランボルギーニでブーンみたいなね。まあさ、飲酒運転になっちゃいますね。飲酒運転になるかな。<laughs> あの、代行の人もびっくりしたね。ランボルギーニ代行でみたいな。マジっすか怖いです。みたいなね。確かにね、その価値観ありますね。あ、それ僕なかったっすわ。うーん、なんかその、だから常に自分がもう、 ガリガリ乗ることを想定して車なんで、まあ産業もね、僕も百100万キロ乗ったるって思ってるんで、まあ本当の久保さんはね、多分あのトランザムに関しては、もう全然乗ってないですよね。僕はもうほぼ乗ってるので、うんで、100万キロまで目指してますから、もう乗り潰したるみたいな。うん、限界突破みたいな。<laughs> なるほど。いやでもその価値観いいっすね。確かになーっていう。なるほどっていう。 なるほどね。逆にランボルギーニが街乗りになっちゃダメですよね。毎回、そう、た、た、確かにな。たまに行くから価値があるんですよね。たまになんか高級のとこに行くから価値があるわけじゃないですか。確かにな。なんかその違うものを味わうっていうね。なるほど。なるほど、なるほど。まあでもね、その話を聞いてね、僕ね、じゃあランボルギーニかなと思っちゃいましたね。確かに見せるっていう、やっぱ、まあ、僕、R34 はね、 ぶっちゃけ本当に自分が乗りたいので、見せる気ゼロです。ぶっちゃけ。ただ市場が追いついてきたっていう、市場の価値が上がってきたっていう、ただそれだけで、本当に自分の中で憧れてた車で、別に人に自慢したいとかね、自分が乗りたい。自分が乗りたい。もうそれだけだったんで <laughs>、うん。ただ今市場価値が上がってきたんで <laughs>、まあ自慢にこう使えるネタにはなりましたけどね。 うーんちょっとね、ちょっとランボルギーニね、なるほど、そういう価値観か。ちょっとランボルギーニの裏感、なるほど。いろいろな、ちょっとね、僕迷い始めましたね。昨日ね、Z ずっと見てたんですよ。で、Z4 の,の 40i っていう、なんかその、M40 みたいなのあるんですよ。で、これ 3000cc の直六なんですよ。 だから、RB26 のエンジンって直六のツインターボなんですけど、その Z4 の,の40、あの、なんか、その、スポーツスペックのやつがあるんですよ。それ、3000cc の直六なんですよ。直六直六でいいんじゃないかなみたいなね。エンジンね。てか、すげえ、ずっと見てたんですけど、ちょっとランボかやっぱランボかなみたいな。まあ、これちょっと面白いですね。こう、なんか、妄想すると面白いですね。どっちかな まあ、あとりあえず、あの、頑張ります。とりあえず <laughs>、とりあえずね、あの、ランボルギーニでも、うん、そのね、BM の、その、Z4 の、その、40i だったかな、ね、40、その、やつあの、3000進出の直六です。でも、それね、めちゃめちゃいいっすよ。多分うん、絶対 <laughs>。で、実用的なんですよ。その、ランボよりか絶対実用的だし、面白い。多分うん。 実用性を取るかね夢ロマンを取るかまあそれはねやっぱねやっぱ金稼ぐ原動力ですね金を稼ぐ原動力ですよちょっと頑張りますこれからいってらっしゃい。